はいこんにちは相手のセンターはアトモスです、えー、復活持ちですね対策としてオニクスを入れましたはいではいきますはい、えー、赤が来ても紫が来てもいいと思ってチームを組みました、えー、どうですかね 初期盤面は割といいような、倒しきれないような。はい、ではこれで倒しきれたら、はい、まずは第一段階 OK ですね。では、では、えまず一旦フランソワにスキルを発動させるために、ここ行きましょうか。 はい、まだスキル発動には届かなかったですけどもこれでフランスはスキル発動しますかねはい抵抗が働いていますでは、えー、回復をして、えー、ベラーのミニオンで、えー、セシャットを止めて で、えー、もうここはフランソワを倒しに行きましょうかフランソを倒しに行きましょうかはいでは、えー、赤のマナーを貯めて、えー、次は白ウサギ狙ってますはい、えー、女王様を発動して次は白ウサギ狙ってますおっとまあいいや はい、セシャットはミニオンを呼べません。はい、えー、次は白ウサギを狙ってます。えー、白ウサギを倒すためのマナをためようとしています。はい、では、えー、ベラーでミニオンの壁を張って、はい、セシャット、えー、セシャットじゃないや。もう下回ってない。ボツにしようか。 えっとなんか最近こういうボツが多いんだよねえラファエンレはしつこいですねえこちらは圧倒的に優勢な立場なのでえただ長いだけなんですよねこのラファエンレ はいえー、これでだいぶだいぶはいありがとうございました。